はいどうも、八島工房チャンネルへようこそ。このチャンネルは、手袋工房のね、日常をお届けするチャンネルです。今日もよろしくお願いします。さて今日のテーマはレバーの握り方とグローブの関係ということでね、ちょっとお話してみたいと思います。ね、ここにね、まあ、あのレバー、ハンドルとレバーありますけれども、オートバイグローブっていうのはね、絶えずこの、ハンドルとね、レバーを握っとかなきゃならないんですけれども、ブレーキのね、握り方ね、まあ、クラッチはね、さほど影響ないですけど、ブレーキの握り方一つで、グローブの形なんかもいろいろ変わってくる、まあ、そんな話をね、少ししていきたいと思います。で、まあ、要はね、ブレーキレバーをどんな形で握っているか、まあ、クラッチレバーもね含めてねっていう話なんですけれども、皆さんはいかがでしょうかね。ですね、まずね、どういう握り方があるかっていうのを説明していきますと、こうグローブをして、こうね、オートバイのハンドルを握りますよね。まずね、1本人差し指でブレーキをかけて握る。で、スロットルの方は小指の方でね、こう開けながら一本指でいける。最近MotoGP のね、あの動画なんか見ててもね、こういう握り方がねすごく多いですよね。で、合理的なのは合理的です。なんていうかね、その長いものを握るときに、小指を中心に握り込むっていうのが、まあ、一番力のね、強い握り方であって、例えばテニスだったり、ゴルフだったり剣道だったり全部小指絡みですよね。だからオートバイも小指でこう握るっていうのは一つ基本なのは基本ですよね。で、もう一つはね、この一番支点から遠いところですね、テコの弦っていうと遠いところを握ることで少ない入力でね、オートバイを操作することができるということで、まあ、こういう握り方ね、一つ理にかなってると。まあ、今のね、主流の握り方だと思います。で、一本掛けね。で、人差し指じゃなくて、中指で握る方もいらっしゃいますけど、まあ、絵的にね、あんまり品がないんでね、中指はちょっと廃れ気味かなという気はします。で、次がね、二本指。こういう握り方ね。こういうの非常に多いですね。モトクロスなんかでも非常に多い握り方だと、こういう形で握る方多いと思います。これもね、一本指と基本的には一緒ですね。小指絡みでアクセルを開けて、で、こちらの方でブレーキを操作するという形になると思います。まあ、これもね、比較的多いと思います。で、次は3本指ですね。こっちですね。人差し指と親指で輪っかを作ってアクセルを開ける。こういう風にね。で、あとの残った指で、ブレーキを引っ張る。そういう感じですね。で、これ基本的には僕はこれですね。で、こういうこれでね、育った理由がありまして、僕がね最初乗ったオートバイがヤマハの SRX という、まあ、ちょっと古いバイクで、まあ、とにかくブレーキがね貧弱で効かなかったんですよね。で、こう、まあ、どうしてもねこうやって握り込まないと止まらなかった、そういうオートバイですね。それとスロットルも結構重かったです。今みたいに、ね、軽いスロットじゃなかったね。だからこうやって思いっきり開けて、こうやって思いっきりこうね握り込まないと止まらないオートバイだった。まあそれで仕方ないかなっていう気はします。で、最初にね、僕が学校出て勤めた仕事場でね、小野さんっていう方がいらっしゃいました。まあ日本のねクラシックモーターサイクル界の重鎮の方だったんですけども、その人といろいろ話してて、お前一体どういう風な握り方してんねんと、いろいろ指導を受けたことあります。で、いろんな話をしていくうちに、まあ当時ね、一つのまあ見解としてはこの3本握りがね一つのまあ主流っていうかねだったと思います。で、それは何かというと、やっぱり古いオートバイをね、扱う仕事をしてたんで、どうしてもね、こういう握り方はね、合わない。まあね、古いオートバイを扱うためにはどうしてもこういう
握り方、あのアクセルを開ける必要もあるし、握り込む必要があると思います。で、最終的に、あともう一つ4本指ですね。これはもう教習所握り、あの皆さんやったと思います。はい、こういう握り方ですね。アクセルは煽れないですね、どうしても。ただまあ、あの教習所では必要ないね、これの握り方で合っていると思います。まあ一応ね、この4つの握り方があるんですけれども、どれもね、正解っていうか、これにしなさいいうことはないです。どれもが正解やし、どれものね、一応理にはかなってると思います。要は、スムーズに走れればいいわけやし、まあタイムのレースやったらね、まあ、あの早ければいいという正解なんで、まあ、どんな握り方でもいいと思います。で、うちの販売しているまあ、グローブですね、うちで扱っているグローブ、一応どんな握り方でも OK なように作っています。それはなぜかというと、まあ、なんでかというかね、一応こう軽く、脱力した感じのね、作りをしてて、ブレーキを握り込む時にも邪魔にならないし、こうやってね、開いて、掴みに行く時にも邪魔にならない、そういうグローブを作っています。そのためにはね、ちょっと少しね曲がってるのが適切だと思ってます。で、ファッショングローブはね、まっすぐ作ってるんで、こういう風にね、作ってるんで、握り込むとすごくストレスになります。で、逆に、昔あったんですけどね、あのスキーのストックを握るグローブなんかも作ってたことあるんですけれども、それは思いっきりこうグーにして作ってましたね。で、そういうグローブだと今度、開くときにすごいストレスになって開けない、まあそういう問題がありましたので、まあ一応こういうごくオーソドックスなね、軽く脱力した感じで作っているので正解だと思います。で、まあ3本指に、3本握りのね、方がまあ、あのいろいろまああるんですけれども、こうやって握るとき、まあまあ、もしくはこういう握り方でもそうなんですけれども、あの親指にね、はめた段階で親指が当たってるようなグローブ、ファッショングローブだとかオートバイの乗車、あと作業グローブですね、考慮してないんで親指が当たってしまってることがあると思うんです、長く作ってなくて。で、オートバイグローブは親指を長く作っています。それはなぜかというと、ここでね、こう押さえてこういう操作するでしょ。そうすると親指の先に余裕がないとか、この爪が痛くてしゃあない。だから、この指と、それとあと人差し指ですね、こう握り込むためにどうしても少し余裕、指先に余裕のあるものを選んでみてください。もう最初から当たってるのは少し厳しいと思いますね。で、そういうものを選んでもらったらいいと思います。はい、今日の話はいかがだったでしょうか。まあ、このようにね、少しね、まあグローブについてね、ためになる話をね、少しずつしていけたらといいと思っております。今日の話がね、よかったらぜひね、チャンネル登録をお願いします。ようやくね、100人を超えました。遠いですね、なかなか。目標、一応ね、1000人を、ね、目標にしてるのが多いですね。頑張ってね、動画アップしていきますんで、ぜひともチャンネル登録お願いします。この動画良かったらグッドボタンもお願いします。そしたらまた次のね、動画配信できるまで、さようなら。